い、どうも358でございます。皆さんどうですか、元気してますか。昨日がすごく寒くて今日があったかかったりで、ちょっとね春の嵐の毎日をね送ってますけれども、本当に体にはね気をつけてください。今日はですね、久しぶりにデジタルものを買いましたということで、その紹介をね、していきたいと思います。じゃん、ソニーヒアーイン MDR-EX750AP、ステレオイヤーレシーバーイヤホンですね、これを購入いたしましたので、久しぶりにですねこのデジタルものの開封をちょっとねガチンとこうやってみようかなって思っております。ですね、見えますか、ハイレゾってここに書いてあるんですけど、ハイレゾ環境はまだ持ってない状況なんですよね。箱の横見てみると 9mm のドライバーユニットと、ケーブルが 1.2 メートルの Y 型、もう Y はもうね必須ですよね。で、絡みにくい、これも必須、あと切れにくいのも必須ですね。ケーブルを、調整できるアジャスター、これもまあ大体ついてますよね。で、イヤーピース4種類にキャリングポーチ、これが入ってお値段が1万ちょいでございました。でも音楽は、まあ、手放せない、音楽だったりそのね情報はやっぱりね手放せないっていうことで、今までねいろんなイヤホンを使ってきました。で、いくつかのねこのブランドを歩いてきて、今回このねソニーのヒアーイン、これを選んだ理由についてはですね、まずデザイン、実際にこんな感じ、まだ開けてないんでわからないんですけど、こんな感じなんですよ。で、聞き心地ですね、ドンシャカドンシャカしまくるような感じではなく、ちょっとまろやかな感じを僕は耳に感じました。じゃあ早速開けていきたいと思います。はい、じゃあそれでは早速ですね、このヒアーインソニーのねブランド、ウォークマンの対比というかですね、ウォークマンはこの本体側で、耳側はヒアーインっていう風になるという話を僕は聞きました。そのヒアーインですね、じゃあ開けていきたいと思います。これね箱が結構しっかりしてる感じで、よっ、まずはこんな感じで開けていきますと、箱の中に箱が入っております。ソニー、たたたたんと見えますか、なかなかおしゃれですね、おしゃれ、超おしゃれ、なかなかどころか超おしゃれ、うわすごいな、なんかすごいな、じゃあ取り出してみます。あ、こういう感じでケーブルがここに巻いてありますね。中はねキャリングポーチがあって、キャリングポーチ使うんですかね、使ったことない、あ、キャリングポーチ中にイヤーピース入ってますね。おイヤーピ、あ、そういうことか、いや、まあ、うん、まあいいや、これをこう言っといて、製品登録とご愛用アンケートのお願い、これはね、マイソニー僕ね、登録してますけども、これも登録することになります。で、これ説明書ですね、これが、内容物全部です。すげえな、これ箱だけでね、しかもこれ、あとね結構しっかりした箱で、いや、気合入ってますね、これソニー。じゃあこれちょっとしまって、じゃあ本体早速取り出してみます。おお、あ、ここの部分もちゃんと変なことにならないように、切れないようにというか引っかからないように、で、これが、イヤホン本体と、あ、これがあれですね、マイク部分ですね、これ切っちゃおう、これはハサミで切っちゃいます。はい、出ました、これが本体一式でございます。色はライムイエロー、ここにねちょこっと書いてあるんですよ、見えますか、これ、
ここにほらソニー、このねこの感じがいいんですよ。このなんていうのかな、うっすら感。ソニーのイヤホンってね、この主張、このソニーみたいな、このソニーみたいな主張しすぎるやつが多かったんで、その点このねヒアにインに関しては主張が少ないんで、主張が少ないけれどもおしゃれ感は抜群と。で、でもね、向こう側、見せる側に売るの場合はこっち側だから外側にねちょっとこうなるようになってます。お、LR これそれぞれ色がついてますね。白と赤、凝ってますね。正直かなり凝ってるという感じで、これは本体開封、本体の色と形、こういう感じになっております。はい、というところで今これ本体出しました。早速じゃあね、音楽をこれで聞いてみようと思います。もう聞いた感じがどういう風なのかは、僕のねその表情を見てもらって、感じていただければなという風に思います。ただしね、ハイレゾ環境が僕整ってないんで、この Mac からね、 iPhone じゃなくてあえてここは Mac から、聞いてみたいと思います。はい、今ですね、環境が整いまして、完全に聞くモードに入りました。さあ、じゃあまず1曲目、一番最初に聴く曲何しようかな。聴きます。こっからは著作権の関係で音なしですけど、雰囲気を、何聴いてるかここに出しますんでね、雰囲気を感じてください。ちょっとこれ卑怯だったな、卑怯な選択でした今のは。うるうるしちゃいますね、ちょっと本当にうるうるしちゃいますね。いかんこれは卑怯な選択でしたね。じゃあ次行きたいと思います。次この曲ちょっとズンチャカ系でね、3曲目いきます。次は全然違うバージョンでいきます。これがね、ほんと聞き分けの大事なところですよ。次いきます。これね、ラフマニノフっていうピアノ作曲家の、有名な第3番の二短調っていうところで、で 2バージョンあるんです。それの大カデンザっていうのがあって、もう一個小カデンザっていうのがあって、その小の方を聞きます。小のところだけ聞きます。詳しい情報は置いておきますんで、それ見てもらえばと思います。僕ピアノの中ではね、一番これはいい曲だと思ってるんで、いきます。次は、おほほほほ、ちょっとごめんなさい、次はですね、あれ聞きます、流行りちょっと聞きます。おお。
これは。あらー、今ちょっといろいろな曲を聴き比べ終了しました。あー、これはそうくるんですね。ソニーさんの、高音抜群に強いですね。低音重視ではない、高音に寄ってる風には感じます。いや、これはね、生活に新しいスパイスをくれる品物になりますね。すごいわ。これハイレゾで聞いたらどうなんだろう。もっとあれのクリアに入ってくるのかな。いやー、バランスがいい、バランスがいいですよ。舐めてかかるといかんですよ、これ。泣かされますよ、曲に。いや、いいもの買ったな、これ。というところで、久々のね、これ商品レビュー、見えますか。ソニーの、もう一回型番をね、ソニーのヒアーイン MDR-EX750AP。 これはね、皆さんちょっとお金出してもいいものですよ。もうこれはちょっとお金出してもいい商品だと僕は今素直に思っております。いい買い物した。